これはあなたの知らない地表の7割を青い海が占めるとある美しい星の記録。その星の人類はまだ大きな戦争を知らない。自由と共生を尊ぶ民主連邦合衆国ユニオン。貴族による栄光の歴史を誇る立憲君主制国家ロイヤル。高度な機械技術の研究が続けられる軍事帝国鉄血。そして東に位置する列島で独自の文化を育む和の国中央。頼り突出したこの四陣営が中心となり、長きにわたり平和な世を築いていたの。防衛を担うのは異能を備えた女性だけで編成された特殊艦隊。彼女らはその役目から艦船と呼ばれ、各陣営の顔とも表現できる重要な存在よ。恐ろしく強大な偽装兵器を扱える艦船たちが、争いを望まずお互いを信じ励まし合うことで、世界がより一層堅牢に守られてきたわ。まあ2回にわたる世界親善試合では、陣営の利権をめぐって試合の表裏で激しい衝突があったりもしたのだけど、本当の脅威となる存在はそれまでなかった。でも今は少し違う。ある日を境に突如として海に現れた謎の集団セイレーン。彼女たちは未知のテクノロジーと兵器をちらつかせ、全世界に対して威嚇行為を行った。目的を明かさない上に神出鬼没なセイレーンを前に、各陣営の緊張は高まりつつある。以上が前置きよ。あなたはどの陣営のことが気になる？今回は中央の視点で観察してみましょうか。ちょうど演習が始まるようだしね。よくぞ集まってくれた。本日は晴天である。そして絶好の訓練日和でもある。今回は二人一組となり、各自で周辺海域の模擬索敵を行った後、各々に課せられた目標地点に到着後、ラホの演習を合わせて行う。技術の向上を図りつつ、連携の基礎も学ぶのだ。それが生存確率を高めることにもつながる。では演習を始めると、前列から順に走る。まずは綾波、雪風。綾波、行くで。この雪風様に任せるがいいのだ。わら、皆様、
盤で緊張しないために演習があるのですから、ここで緊張しては本末転倒ですわよ。お二方、ありがたきお言葉です。続いて、金剛、山城華麗に参りますわよ。ついてらっしゃい、山城。はぁ、頑張ります。おぉ、金剛さんと山城さんもすごい。はっ、何とも、もう全く見えなくなった。なんて速さなんだ。白露、阿部くま。息の合った方向ができるのでありますか。島風、にわかに緊張してまいりました。島風、大丈夫。あ、はい。駆逐艦島風、特に問題ございません。戦艦鶴賀殿、威勢はいいの、安心して。セルガ殿と組めて本当に本当に良かったであります。その沈着冷静さ、見ているだけで思わずこちらも安心する次第。そう、ええ、機関役をセルガ殿に務めていただけるなら、自分はその後全力で追っていくだけでありまして、やはり戦艦の方の頼もしさは格別ですな。まあ、所詮は訓練であるし、どうとでもなるでしょう。なってください。あれ、何か言いました。いいえ、何も。それより、次は私たち。あ、本当ですね。最後は、島風、駿河、行ってこい。あの船は…セルガ殿、一体何でございましょう。まるであの船の出現と同時に天候が大荒れになったようにも見受けられますな。そんな…まさか…セイレーンだ。なんですと。普段の演習もセイレーンに備えてのものだと常々伺っておりましたが、まさかの本物と遭遇でございますか。ああ、これは
もはや単なる訓練ではない。私が航路を間違えたばかりに。なんという強行。追撃し、打破してご覧に入れましょうぞ。なんでそうなるんだ。いいか、まずは慎重に接触。教本でもそうあっただろう。接触した後に打破でございますよね。打破から離れて。勇み足が過ぎるから。ひとまず演習の仲間を探してこの海域から離れよう。不用意な特訓はそれだけで危険を招くぞ。すみません。島風は慌てんぼうものだとよく言われますが、実際は物好きで無鉄砲というところでありまして。なおさら立ちが悪い。未知との遭遇、戦敵に心が躍りすぎていたようです。もう大丈夫です。島風、冷静になりました。ちゃんと話せて幸運だよ。それじゃ、島風は私が離脱するまで重要な役目で陽動を務めるよう。せいぜい私の役に立ったよね。はは、小島風、喜んで駿河殿の盾になって沈めましょう。うわ、バカなのか鋭いのかどっちなのよ。いけない、駿河殿、そちらにも敵がおります。え、突然会場に現れた。避けられない。間に合え。降参流砲術でーい。すごい、量産型とはいえ一撃で落とすなんて。セルカ殿、申し上げにくいのですが、おそらく共に戦った方が皆様のもとへ行き着くのは容易と思われますぞ。精霊、艦隊級の規模だというの。あちらはどうやらやる気です。接触と相なりましたが、喧嘩ならば話は容易。何機か叩き落とし、敵の威勢を削ぎましょう。仕方ない。敵戦力を沈黙させる。私も攻撃を開始する。はい、我々の砲雷撃、